みなさんこんにちは今日は徹底的にお尻を上げていくエクササイズになります私ね本当にサボるとお尻がすぐ垂れちゃうので50を過ぎるとなおさらだけどお尻って作るものだからバッチリしっかり上げることができるんですいくつになってもジーンズが似合うお尻で痛いたいそれではやっていきましょうまずは仰向けに寝ますは あ向けに寝て、ちょっと待ってね、ちょっとここにいてくれるはい、ここいいよ。はい、はい、ではお膝を曲げて、膝の間には軽くスペースまずつま先を前に向けておきます。ではね、今日お尻だからね、お尻だからお尻の穴をキューってこう、 シュきちシん、ね、の梅干しが中にこう入ってくるみたいな感じでお尻をキューッと引っ込めてでここで後傾姿勢にします。顎は軽く引いてさあお尻にしっかり力が入ってきたらそれを上に上げて最終的にお尻をクッと上に上げます腰を反らないようにお腹は引っ込めていてここには誰かに押さられてんだけどお尻を上げたいねこれをしっかりやってください。 では下ろします、okay? 吸って吐いて最終気を作ってからしっかりお尻を締めて3秒数える21吐いて下ろしてくる吸って吐いて上げる321吸って吐いて下ろしてくるお膝開いてないですよ吸って 吐いて、上げる。321吸って吐いて下ろしてくる上げるよ321吸って吐いて下ろしてくるラスト一回。 はいで上げたらもう絶対に腰を反らないっていうのが全体になって、ね、前提になってくるからねそしたらギューッとお尻入れてるでしょちょうどお尻とこの太ももの境のところがピッて上がるみたいにねじゃここに必ず戻ってくるんだけど毎回ね今度は次右の,し右の腰をちょっと下げてねで少しお尻が緩まります。 でギュッと上げる次に上げた時はまた腰骨が両方同じ高さになっている次左の腰を下げてで左の腰を下げている時は右の腰はあんまり下がりしすぎないようにしているなので骨盤が少し傾いていますでまた戻してきて骨盤,骨盤がまっすぐになってぎゅっと入っている右のお尻を下げる両方を上げる左のお尻を下げる 両方上げる。この時膝ほとんど動いてないです。右のお尻下げる。膝ほぼ同じところ。骨盤傾いてる。両方上げる。骨盤まっすぐ。左下ろす。両方上げる。じゃあこれね。あと8回やるよ。8、7、6、腰反らないようおへそ引っ込めて。 8765だっけ 4321OK で下ろしてきたら今度は足をね、ちょっとごめんねねおんちゃんかかととかかとをこう合わせてつま先外膝外なんでこうカエルみたいにちょっとガニ股の足になってます。ごめんなごめんななく

六、七、八、九、十。オッケー戻してきたら、あとは今度は横向きになってください。横向き寝た状態で下の足は曲げる。 ねで骨盤を正面向けます。背筋を伸ばして、で足を軽く上げたら、まずここで最初のポイント。最初の時点でお尻にしっかり感じる。出るところから、もうちょっとこう。自分でお尻触ってみて、お尻がゆるゆるじゃなくて、ちょっともりってしてるところから始めます。ここからスタートで足はつま先まっすぐね。手は前に置いて骨盤上半身が動かないようにして、これを後ろに蹴る。12。2 後ろ,に後ろに蹴るよなんでこの体のラインから後ろに蹴る45678910今度は大きくし足の動きを大きくして1前234 5、ここから上を動かさない。6、後ろにしっかり蹴る。吐いて蹴る。吸って前。吐いて後ろ。ラスト1、8。吐いてそこからまっすぐのを今上に上げます。1、2、3、4、5、6、7、8。 じゃあ、この足を少し外転させてください。こう外に巻く。はい、で、1、2、きついね。3、4、5、背筋伸ばして。7、8、OK。じゃあ、今度は内転させるオッケー。内転させたら、でも骨盤そのままで、かかと方向、つまり斜め後ろ方向に向かって蹴ると、お尻がまたここにね、プリってしますね。これです。 斜め上1 2向こう後ろ斜め上 45678910OK 外してきて <laughs> はいじゃあ今度は反対側やりましょう反対側 OK また背筋を伸ばして。 まっすぐになってえ骨盤正面向いてるお尻にまず確認ぐーっと足を伸ばして背筋伸ばしてもうすでにお尻にくると思うのねこれを感じてほしいのここから後ろに向かってねここから後ろ12体よりも後ろのラインに持っていくことでこの大臀筋がしっかり使われるから456。4 5 6 7、8、じゃ今度大きくするよ、1、後ろにける、2、吐いて、吸って、吐いて、4、ここから動かさない、5、6、7、気持ちよさそうに寝てるね、8、 オッケーじゃあまっすぐになったら頭の先から軸まっすぐねそこから上に上げるよ1たくさん上げなくていいのこれ変えないから二この下の最大の人に少し隙間作っといて345きつい678したら今度はできたら少し外転外転もつま先だけでなくてこの太ももから膝とね 膝とつま先がもうほんの5度でもいいから、ちょっと上に向いたらそれで上に上げる。1、2、骨盤は正面。3、4、5、6、7、8、今度は逆に内転させて、つま先と膝が軽く後ろ、 えと下下をを軽く下を向いたねそしたら今度このかかとの刺す方向斜め後ろに向かって1ここでしっかりお尻の筋肉感じる2吐いて吸って戻す23吐いて45お腹引っ込めないと腰反っちゃう67。6 7 はいで八、はいで戻してきてはいで今度は四つん這いの形になりますちょっとごめんね OK 四つん這いの形になったら <laughs> どうしてもね間に痛いね で、これね。もし四つん這い手がつくのが辛い人がいたらこうね。肩骨もしかそれでもつらかったら肘に降りても構わないですね。で、大丈夫な人は手をついて手が肩の真下に入ってきます。では、少し少し丸め込んで骨盤底筋とお腹を入れ込んで、これここの背中の上の方は丸め,丸め込まないです、そこ,こから後ろに打った足を伸ばしていきます。ぐーって伸ばしてくると、またもう。これまたここでしっかり。 感じるね <laughs> はいじゃあそこから、はい、上に上げていく 12345678OK じゃあ今度は曲げて膝曲げて12345678今度は中に入れて。 少し丸くなってから、伸びやけに後ろにけるに。吐い、でけるんだよ。三。四。五。六。七。八。はい、じゃ戻していきて、今度は、こう、反対側やるね。反対側。少し尾て骨下にして、ここにしっかり感じてから、はい、じゃあ1、一。 2 3 4 5 6 7 8お膝曲げて1 2 3 4 5 6 7 8いてい、ま、丸くなって1 2伸びやかに股関節から345678。4 5 6 7 8はい手丸くなりますさあそして最後にやるのがスクワットですで、今日やるスクワットはしっかりお尻に効かせるために足を今日はワイドなんだけどワイドすぎずね、こう肩幅よりももうちょっと広めに置きますねで、こうやってお膝を曲げるときのお尻を後ろに出します ね、こうやってお尻を後ろにお尻を後ろに出して体は斜めの状態をキープします、ね、でそして上げる時にぐちょっともうお尻を前に押し出すぐらいのところまでいってください後ろに押し出して股関節で曲げて膝を曲げてね ちょっとこう和粉、ままあ、便座に座る時というかで上げる時にギュッと入れてくださいさあ後ろにやってギュッはいで後ろにやっていける人は下の方までいきましょう下がって。 ね、一番下まで下がるのが辛い人は途中まででもいいから上がってくるのにここ集中させて降りてあと8回123膝とつま先同じ方向4五。5 六、七、ネオ、ね、が真剣に見てる、ネ、ね、オ。八、何やってんだろう、この人。八回言ってたっけ、十回やろうか、九歩。はい、で、十。はい、いかがでしたでしょうか。これだけやれば、ねプリントした上がったお尻が作れること、 間違いなしです。みんなね、ちょっときついかもしれないけど、今日はお尻集中だったので、えー、絶対にね、まあ、これから夏でちょっとこうプリッとしたお尻があると、かっこいい洋服着たくなるかもしれないから、ぜひ皆さんやってみてください。それでは、バルセロナから愛を込めて、寝よう。兄ちゃん、兄んのお尻はプリプリ。うん 拜拜。<laughs> bye bye.